ばんは。徹子の部屋、本日のお客様は可愛い生徒ちゃん2人か。お客様、本日のゲストでございました。徹子の部屋参ります。でこだった。モーツァルトは古典派、バッハはバロック、ショパンやドビュッシーはロマン派でござる。近現代の作品もドビュッシーでござるな。そなたを一度にたくさんこなすのは先生でも夏は少し集中を要します。子供たちも適度に今日はここまでにしよう。練習の計画、練習意欲を少しだけ決めてやることでピアノもどんどん上達しますが、特に今は
連日の暑さです。先生も蚊が入ってくるわ。ハチに遭遇し、かわいいワンちゃんや猫ちゃんともにらめっこしたり、カメさんも毒性を持った外来種のカメも多くの池に住んでじーっと見ております。お子様の安全第一に完璧あり楽しいわ。もっと弾いてみたいわ。基本もゆっくりできるんです。的確なアドバイスを聞く能力にスラスタカートレガートマルカート楽器のイメージを持って表現できる。これもピアノ上達にもつながりますが、まずはやってみようと思う気持ち、間違えてもいいんです。何事もチャレンジしなければ上達も少し退化しますが、間違えても少しずつ前へ前へ進んでいこうと思う気持ちがピアノ上達にもつながります。まずは失敗やミスを恐れず、大丈夫よ、できるわよ、大丈夫よ、平音記号も合ってるわよ、合ってるわよ、その調子その調子という言葉がけ、前向きに言葉をかけてあげることは大切になっていきます。それではまた。だるまさんが転んだ。最初はジャンケンポン。生まれたて卵、3歳、6歳、9歳、納豆。またあんなげやってほしいわ。何でもお答えいたします。それではまた。たぬきー。